さあやってまいりました。時刻は18時 FM テンプソンのお時間でございます。ということで今回も、まあ、FM テンプソンなんだけど、今日はね、まあ、1時間とか考えずにゆっくり適当にやります。ゆるくちょっとやっていこうかなと思います。まあ、なんでかっていうと、撮ってるのはね土曜日なんだけど、多分上がるのは日曜日ですね。で、実はこれ土曜日に上げる予定で一回撮ったんだけど、ボツにしましてもう一回喋ります。1時間7分くらい撮ってたんだけど、ボツにしてもう一回そんくらい多分喋ります。いやー、あのね、昨日の話だから、まあ金曜日ですね、12月1日に、ちょっと私だいぶこう充実したというか、濃い日を、濃い一日を送って、結構楽しかったんですよね。だから、それをね、自慢しようかなというふうに、自己満足を語るっていうだけの回です、今回。まあ、靴とかの話もちょいちょいやっていきます。興味ないって人は、本当に興味のない話します。それ以外興味ないって人は、マジでどうでもいいと思うような話をしていきます。1時間以上。まあ、だから暇つぶし、寝る前、そんな時に聞いてください。作業用とか。まあ私の動画をね、それ以外で聞いてる人がいるのかっていうところでもあるんだけど。まあ、でね、まあ、まず、12月1日に予定ができたんですね。1ヶ月も経ってないかな。ちょっと前くらいに。で、何の予定かっていうと、わしがずっと言ってたハッカ2分の1っていうバンド、日本のニューウェーブのバンドなんだけど、78年から9年まで活動してた、まあ久保田慎吾っていうボーカルと、あとはヤプーズ、戸川純のね、ヤプーズのドラマーをやってた千水敏郎って人と、あとタラコタラコの作曲した、上野浩二、あの人たちと、あともう一人ベースがいるんだけど、その4人でねやって、5人の時もあったらしいけど、ギターはなくてドラム、キーボード、ベース、ボーカルの感じなんだけど、聞いてみればわかるかもしれないけど、全然ね、ギターがないように感じないというか、まあ、なかなかこう、個人的にはかなり好きなバンドなんだけど、それがライブをやるっていう話で、結構レアな話でさ、もう行くかと思って。で、代官山でね、やるって話で、まあ、予約してさ、チケット取って、まあ、代官山だったら、いつも行ってる美容室が代官山でね、前に行ったのも結構時間経ってんから、じゃあ美容室も行くかって。で、ライブが19時半スタートだったんで、まあ遅いじゃん。だからまあ美容室行く時間も余ってるし、美容室のためだけに代官山行くっていうのもめんどくさいし、後で。だからまあ、美容室も行こうと。で、15時くらいに予約をしたんですよ、美容室。じゃあ昼くらいに出ようかななんて思ったらさ、たまたまネットニュースを見てたら、上野でモネ展、クロードモネ画家ですよね、中印象派ので、まあ私なんだっけ、3、4ヶ月前くらいかな、油絵を始めてさ、でちょっとそういう筆のタッチとかをさ見たいなって思って。モネってこう、かなり独特だからさ、写実的な筆のタッチよりも、ああいう、ちょっと独特な点描画でもない、なんかよくわかんない感じの人の筆のタッチって見てみたいなって思って。で、モネ、やってんだったら、じゃあ、午前中あたりから行っちゃおっかって思って、それもチケット買ったんですね。で、まあ、すげえ楽しみでさ。
12月1日が。もうそれのためだけに生きてきたんだけど。で、まあ、その当日になって、まあ朝起きて、もう遠足前の子供みたいにさ、朝4時半起きよ。目覚めちゃって。うわ、やべえって。前日はね、すげえ早く寝たの。10時半くらいに寝た。まあ今まで、いつもに比べるとね、早いんですけど。で10時半くらいに寝て、こんな早く起きちゃったと思って。しょうがねえと思って。ゴッドファーザー3を見てたんですよ。で、まあ、最後に見たのが中学生くらいの時だった気がするから、あの時は全然話が分かんなかったんだけど、まあ一応あの1から3まで見たんですよ。で、1、2は先週くらいに見てて、3だけちょっと残しちゃってて、で、久々に見たんだけど、なんかさ、コルレオーネの最後っていう、2019年くらいのなんか、リメイク、リマスター版かなんかだったんだけど、なんかちょっと内容がさ、最後のシーンとかが、なんか違ったような気がするんだけど、なんかもうちょいね、こう、まあマイケル・コルレオネ、あのアルパチーノですね、の最後のシーンがね、あったはずなのに、なくなってんだよね。あれ?と思って、なんかちげえなーって。あれ、あった方が良かったんじゃないかなーなんて思いながら。そんな感じでさ、まあ、見終わって、ちょっと、もねていく前に、油絵でもやるかと思って、ちょいちょいと描いてたら、意外といい時間になってきちゃって、あ、やべえ、これと思って。で、まあ、上野ってさ、私あんま行かなくてさ、電車とかでは行ったことあるけど、車で行ったことなかったんですよ。で、道もよくわかってないから、ちょっと早めに出ようかななんて思ってたんだけど、着いたのがね、まあ、どんくらいかかったとはあえて言わないけど、あの、モネの予約10時半だったんだけど、10時20分くらいで、あぶねえ、みたいな。まあ、10時半から11時の間入れんから、まあって感じなんだけどさ、ちょうどいいっちゃちょうどいいんだけど。もう、でも入れてよ。10時20分くらいに、もうあの、入り口入ったら。で、2800円くらいだったっけな。事前予約して。で、当日も買えんだけど、予約して、時間まで指定してんのに、激込み。もうね、全然、まともに見れない、絵を。絵が60点くらい飾ってあったんだけど、一つの絵に、まあ、平均4、5人はいたね。全然見れない。でさ、ちょっと気になったのは、なんかね、写真撮って満足してる人ばっかりなの。すごいよ。私あんま美術館って行ったことなくて、なんか昔は小学生の時とかさ、まあおばあさんとかと一緒に行ったりとかあったんだけど、なんか、あそこの、乃木坂の美術館とか行ったな。で、初めて青山トンネルを歩いた時に、ここが例の青山トンネルってやつかって思ってビクビクしながら歩いたって記憶がある。まあ、それで、みんな写真撮ってて、まあちっちゃい時はもう、デジカメとかしかない、スマホとかがなかったからさ、だから、そういう人いないのかと思って、しかも美術館の中で写真が撮れるとは思ってなくてさ、まさかのね、みんなバシャバシャ撮ってシャッター音だらけ。うるさくてさ。ほんでほら、どうしてもみんな真ん中寄ろうとすんじゃん。なんかもう気使う必要もないのかもしんないけど、気使っちゃうじゃん、どうしても。もう鬱陶しくてさ。ねえまあ、やっぱ美術館行くって言ったらさ、やっぱほら、まあ、ちょっと言いづらいんだけどさ、今の時代。っていうか、この時期。やっぱこう、鮮やかに見たいっていう気持ちがあるんですよね。そしたら、まあ、鮮やかに見るって言ったら、
ちょっとこうそういったものを使う必要があるんですよ。で、まあ最近話題になってるあのグミ例のグミですよ。わしがよく行く葉巻屋でさえも話題になった話題に上がると思ってない場所で話題に上がったあのグミ事件なんだけど、あれはね HHCH っていうのが入ってるんですね。で、 HHCH って何かっていうと、まず、まあ、大麻由来の成分なんだけど、大麻ってまず CBG っていうのが最初に、まあ、できるっていうか、そのまあ、とりあえずあるのよ。CBG ができた後、それが変換されて、人気の CBD ってやつと、まあ、日本では完全に違法な THC っていうのが分かれてできる。で、CBD と THC が、酸化すると CBN っていうのになるの。CBD 好きの人は CBN も多分知ってると思うんだけど。で、だからまあ THC と CBD と CBN っていうのはまあ三大要素って言われてて、大麻で、その THC っていうのがもうハイになるっていう、いわゆるそのブリブリになるっていうものの象徴なんだけど、で CBD はその精神作用がありませんと、だから合法的にね使えるんだけど、まあ個人的にはね、こうどっちも摂取することが重要なんじゃないかなとは思うんですけど、まあ THC は違法だからさ。で、その THC に水素が加わると THCH っていう物質になるんですね。H っていうのは、まあ、ヘキソール。で、それはね、本物のタイマーにも含まれてる、レア感並みの、ほんとごく少量含まれてる成分なんだけど、その THCH を水素化する、水素を足すんじゃなくて水素化すると HHCH っていうのになるんです。それは本物には含まれてない合成カンナビノイドって呼ばれるんだけど、まあだいぶちょっとかけ離れてはいるんです。でも私ね、 THCH っていうのは前にそれもね、今年8月くらいだったっけな、なんかイベントで外国人観光客に、それ、THCH の濃いやつをね、吸わせて、で、なんか救急搬送されちゃったの。バッドトリップ起こして。で、それが問題になって、違法になっちゃったの。その時はあんまニュースにならなかったと思うんだけど、今回はなったね。だからなんかこの、THCH 絡み、その H 絡みのね、ものが、ものすごい、事件を起こすっていうね。HHCH ね、長えぞ、ヘキサヒドロカンナビヘキソールっていうんだけど。それがさ、で、THCH はね、いわゆるサティバ系って言ってこう、まあ、アッパー系ですよね。それがね、私あんま好きじゃなかった。なんかこう、どっちかっていうと私、インドア派だからさ、ちょっとこう、落ち着きたいっていうか、ぽーっとしたい派だから、まあ、いわゆるインディカ系が好きなんだね。ただ、まあ、HHCH がちょっとインディカ寄りっていう話を聞いて、まあ、じゃあちょっとまあ試しに買ってみるかって思って、出始めた頃ですね、買ったんですよ。で、まあ、ここでも散々言ったけど、意外とさ、良かったんですよ。で、この子悪くねえなって思いながら、ただまあ、音はそんなによく聞こえないし、まあ、マンチ？まあ、食べ物がうまくなるっていうのも、そこまで強くは来ないし、色もそんなすげえ鮮やかになるってわけじゃなくて、ちょっとこう、変性意識になれるっていうのだけはあったんで、まあまあまあ、いいかなと思って。で、他の今合法の成分っていうのが、ろくなもんがないからさ、すでに。もう違法化されちゃってほとんど。もうね、アメリカとかじゃね、逆に合法化されてるってのに不思議な話だねってみんな言ってんだけどさ。で、それがね、
この前ほら、祭りでさ、グミ配り男っていうのが出てさ、まあ、救急搬送されて、その、配られたグミを食った人たちが。で、まあ、問題になって、規制されちゃうっていうね、話になって。で、規制が、12月2日からだったの。で、12月1日の話を今してるわけね。さあ、最後ライブあるわけよ。そんな、HHCH 持ち歩いてたらさ、なんかこう、ライブとかで、使ったと、それは OK だと思うんだね。でも、使った後もう、ぐわぐわしちゃったりして、わけわかんない状態になった時に、12時を超えて、その時持ってたりなんかしたら、マジでシャレになんない話だからさ。だね、そう。どうしようと思って。これ持ち歩きたくはねえなと思ってさ。やべえじゃんっていう、普通にね。そしたら、ジョイントとかで持ち歩けば、まあ吸い切っちゃえばもうそれはそれで終わりなのかなと思って。一つ考えたのが、じゃあ、ジョイントはでもやばそうだなって思って。ちょっとチラッとね、こう、葉巻をね、見たんだよ。なんかさ、葉巻だったら何にも、こう、いかがわしくもないっていうか、ジョイントじゃもうただでさえ怪しいからさ。ハマキだったら、これを雪だよな、と思って。HHH をハマキに垂らして。でさ、ハマキだと燃えるからさ、燃焼温度がある程度高くなるから、成分が飛んじゃうんですよね。だから、ハマキにつけたら、それを吸うというよりかは、単純に、ハマキから、舐め取るという。そういう感じでね、やったんですよ。で、舐めるっていうか、こう、口からの摂取だとね、成分の効きが遅くなる、肝臓で代謝されるから。だから、ちょっと早めにね、モネ店に着くちょっと前くらいに、30分もあれば効くから、ちょっと摂取して。まあでも、完全に、悪いことはしてない悪いことはしてない。やってることは怪しいけど、だいぶ悪いことはしてません。でさ、まあモネ店ついて、でどなんかモネもなんだろう、駐車場のなんていうのあれ、なんていうのあの美術館の名前、近代美術館の国立上のなんたら、御徒町側の方の美術館ですね、上野公園の。そこでやっててさ、まあ入って、まあ、大量の人よ。で入り口になんかさ、モネの睡蓮ってまあ有名でしょ、睡蓮の、モネの睡蓮の庭を歩く体験みたいなさ、書いてあって、なんだそれと思って、変なコーナーがあってさ、よくわかんねえと思って、普通に通り過ぎようと思ったらさ、なんか急にさ、足元がブニョってしてさ、なんだと思ったら、なんかその、睡蓮の上を歩く体験ができるっていうコーナーだった。もう意味わかんねえじゃん。ただでさえね、なんか、例えばよ、こう、わかんないけど、赤土を歩く体験ができるコーナーとかだったら、まだわかるわ。世界一ふわふわの土を歩く体験とかさ、睡蓮の上を歩く体験で何って話じゃん。もう、わけがわかんなくて、で、ブニョブニョしちゃって、で、しかも、聞いてきてんからさ、余計わかんなくなって。なんだこれみたいな。すげえ足元が気持ち悪かったんだけど。で、まあ、
早速ね、モネのこういっぱい飾ったってさ、おおと思って、でまあ初っ端ね、モネの昼食っていうさ、なんか女の人3人となんか赤ちゃんみたいなのが写ってる絵があってさ、結構初期の頃に描いた絵だと思うんだけど、ねえ、おーって思って、あ、この絵かーって思って、わしは別にモネにそんな興味があるわけないし、絵画にそんなに興味はないんだけど、だから分かんなかった、見たことあるのよ、ね、あ、この絵モネだったんだと思って、なんかよーく見たらさ、一番右にね赤ちゃんがいるんだけど、その赤ちゃんの顔がさ、すーげー微妙な顔してるわけよ超微妙な顔してる。皆さん、できれば調べてほしいくらい、ね、モネの昼食って調べれば、モネ昼食、昼食ね、昼食で出てくると、もう赤ちゃんの顔が超微妙な顔してんのよ。なんかこう可愛いわけでもないし、でモネの絵ってさ、こう写実的ってわけでもないんだよね。ああ絵だなっていうのは分かんだけど、なんだろう、写実的が最高にうまいっていう認識はないしさ、写実的だからうまい、写実的じゃないからうまくないっていうわけではないわけね。で漫画家だってさ、写実的じゃないけどうまいってあるじゃん。でモネってどっちかっていうと、まあそれで言えば漫画家寄りっていうか、こうなんかねタッチが少ないんだよね。こう写実的な絵って、こうなんだろう、すごく解像度が高いんだけど、モネはどっちかっていうと、こうドット絵みたいな印象って、印象で言えば、ね、印象派っていう意味ではなく、こうちょっとこう遠目で見るとすごい何を描いてんだかがわかるんだけど、近くじゃわかんないみたいな。でも私はこのタッチとかを見たかったら、あえて近くで見てたんだけど、あのタッチの数であんだけね忠実に、なんか物として何を描いてんのかわかるって感じでね表現するのって、それはすげえと思うんだけどさ、だけどなんかあの顔が超微妙なんだよもっと可愛く描けたと思うし、もっとこううまくも描けたと思うんですよ。なのに微妙なのよ。その微妙さがさ、なんかすげえ惹かれちゃってさ、なんかわかる、隙があるっていうか、完璧な、例えばよ、完璧な女の人ってさ、隙がなさすぎてこう逆に声をかけられないみたいな、そういうのあるじゃないですか。あんな感じ、あの隙がある感じがね、なんかこう好感度がある好印象っていうでさ、まあそんなこんなですっげえ大混雑の中、写真撮ってるやつにイライラしながら、まあ、見てたの、一つ一つで、ああこれはちょっとさすがに落書きだなーっていうのもあれば、これなかなか綺麗だなーっていう、で、あー海の描き方ってこうなんだとかね、いろいろ学んでたんだけど、ずーっと歩いてさ、もう出口って書いてあるの、あれおかしいなと、有名なあの睡蓮がなくないと思って、えってさすがにさ、睡蓮は見たかったから、しかもそんなさ、最初にそんな睡蓮の上歩くコーナーなんかあるくらいのことあんのかと思って、ねえんだ、ふざけんなよと思って、ほんでそのまま出てってさ、なんだよって思いながらで、まあなんか出て先にさ、立体印刷技術でそのモネのも、まあ、作品を完全再現したものが売ってたわけよ。で印刷物なの、なのにちっちゃい、一番ちっちゃいのに3万、でかくて30万とかするから普通に高くねえと思ってでもまあ3万くらいやったらなんかそのノリで買っちゃいそうじゃん。だけどね、その気に入ったやつがなくて、まあ、別にいいやと思ってさ、出てったらまた別のショップが あって、でそこ行ったんだよ。
したらまあいろいろ売っててさ、今度普通のただただ印刷されたやつ、それだね、油絵ってさ結局実物を見ないとどうしようもないんですよ。なんでかっていうと、もうその絵の具の物質感、あれがやっぱ油絵の特徴なんだよね。水彩にもあれは出せないと思うし、まあ出そうと思えば、出せんのかもしれないけど、割れるんだよね水彩とかで無駄にこう持ったりすると。アクリルかな、それで言えばアクリルとか油絵のもうこう象徴的な感じなんだよ。その盛られたこの平面が、平面なのに光にこう影響を受けるっていう、その良さが油絵なんですよね。だから油絵って本物を見てこそなんですよ。だから私あの写真撮ってる奴らがマジで許せない意味ねえじゃんみたいなさ、いいよ動画をさこう撮って、あっちからこっちからでさ撮ってさ立体感をかあのね感じるっていうならいいんだけどさ、なんかちょっと違くないって思って。でだからその立体の印刷物っていうのはすごくいいと思うんだ。ただちょっと高えなと思ってさ、でいいのなかったし、で普通のね印刷、普通の印刷されたやつも売ってたの。したらさそっち側にさ昼食が置いてやがんのよ。でマジかよと思って5000円くらいやったんだけど、うわーマジかー買うかーと思って買っちゃった昼食買っちゃったよ。昼食買っちゃったっていうとなんか弁当買ったみたいになってんだけど、で今机に置いてますあの作業台に置いてます昼食を。あだから皆さんあれでわしの最新の、最新のって言っても最近撮ったやつね、だから全然上がるのはずっと先になると思うけど、最近撮った動画が上がる頃にはあの昼食が見れます。なかなか急にね、いい感じの机になってしまう昼食が置かれただけで急にいい感じになってしまったねえ。まあさ、ちょっと話がね戻っちゃったけど朝ゴッドファーザー見終わった後さ、ちょっとこう楽天をね暇つぶして見てたんですよ。そしたらなんかめっちゃくちゃ安くさ、ジェームウェストンの310、あのセミブログですね、ディプロマットみたいなやつ売っててさ、でサイズもね、わしが今まで、いつも2足持ったんだけど、その2つのサイズ、確か6ハーフだったんだけど、6ハーフ D だった気がすんのよ。で、売ってたのが、6の E だったの。でさ、D と E って、ウィズが、あれ 0.3 センチだっけ？そんくらい、0.3 ミリ？0.3 センチ？だから3ミリ ?3 ミリ、くらいなんかこう縮まるんだよね、確か。だから実質なんか、ま、ハーフちっちゃくて、ウィズが1個上だと、ほぼ同等レベルの履き心地になるっていう認識なのよ。まし、革靴を買うときって。でさ、6の E だったから、6ハーフの D と、あんま変わんねえんじゃねえかなと思って、ついポチっちゃってさ、ジェームウェストンの310を、早朝に手に入れるっていうわけわかんないことをしたんだけど、で、まあ、履いてったのはね、こう、クロケットのさ、なんだっけあれ、スタダムだっけ、スナップシューズ。ボタン、スナップボタンでパチパチパチって止めるやつなんだけど、あれをね、3、4年ぶりくらいに履いた。で、その時格好がね、まあ、茶色のベルテッドジャケットに、黒の解禁シャツに、黒のズボンと、ってなってたから、まあ、ここで、ちょっと結構暗い感じだし、
靴で明るくすんのもなんかちょっと浮くだろうなと思って、そこにちょうどいいなって思ったのがそのスタダン。なんでかっていうと黒いカーフと茶色いスウェードのコンビだった。だからなかなかいいなって思って、それを久々に履きました。浅草コブラで買ったんだけどね。でさ、スイレンなかったことでさ、ふざけんなよってなって、なんか足が痛えなってなっちゃう。久々に履いたから足が痛くなってきてたんだ。なんだよって思いながら、で、まあ、上野公園をさ、もうほんと6、7年ぶりくらいじゃないかな、上野公園ブラブラ歩いてさ、でちょうどこうポワーンとしちゃったからさ、わーって思いながら木のね、こう木を見ながらさ、いいなーって思いながら、紅葉だから今時期が綺麗だなーって、なんかラッパみたいなの吹いてるおっさんもいるしさ、なんか不思議な感じだなーって思いながらさ、でしたらもうちょっとこう上野駅方面に向かってったら、向こうにも美術館あるじゃん。でなんかね、キュビズム展とか書いてあって、おーって思って、いやその時もうふわふわしちゃってわけわかんないからさあ、キュビズムか、あんだっけキュビズムってと思って、したらなんか目の前の建物にさ西洋圏あんだね、知らなくてさ、上野動物園というか、まあ、あっちの方に西洋圏があるのは知ってたんだよね。で行ったことあったから、な駅のね間近にあるとは知らなくて、と思ってちょっと行こうかなーと思ったんだけど、やっぱいいやと思って戻ったのよ。でまたさ出てキュビズムが見えてさ、あれキュビズムってなんか AMG さんとついこの前話してたぞと、あそうだキュビズムってピカソとかのことじゃんと思って、あピカソかーなんて思ってさ、いやーピカソといえばね、わしが前に 1D を使った時にね、ピカソの意味が分かったんですよそう言うとちょっとおこがましいかもしれないけど、ピカソってほら例えば横顔なのにさ、普通だったら見えてないであろうはずの反対側の目とかも描かれたりするじゃないですか。あれって認識を表現してんのかなっていう風にちょっとその感じたんですよ。なんでかっていうと、私がもうぶっ飛んだ時にもうずーっとねこうなんか、私が5次元ここが4次元だとしたら5次元空間に飛んじゃってるような感覚だったので、 1D ってさ、まあ、紙のことですよね。要するにサイケデリックなので、サイケデリックスってまあ結構こうね、次元が5次元とかの方向に向かう傾向があるように私は感じるの。で逆にこう大麻系のものっていうのは、マインドフルネス、よくヨガとかで言われる今を感じろみたいなさあるじゃないですか、あっち寄りな気がするの。でそれは3次元的だと思うよね。ここは4次元です。時間を感じてるから4次元だから物質化するっていうか自分が。だけどその紙系はね結構あなんだろうな、潜在意識の方に向かうんだよね。でサイケデリックスっていうのがそもそも潜在意識が現れるっていう意味なんですよ。だからなるほどねって感じじゃん。でしかもさ、こうこの前ボインチ思考のなんか解説本みたいなの読んでたらさ、なんか9次元とか7次元とかっていう話が出てきてね、まあなんだかよくわかんないけど、でもこうなんかになんかボイニチ思考って植物の絵が描かれてんだけど、この植物は人間の例えば、横隔膜を作る
のに、なんていうの、必要な植物みたいな、そういう説明書きがあるで、意味わかんないんだけどさ。それ見てたら、九次元から、七次元に落とし込んで、それが、この、まあ、それ四次元とは書いてなかったけど、この次元に落とし込むっていう風に書いてあったから、九から七行って、じゃあ八は何だっていうのもちょっと疑問なんだけど、まだ読み切ってないから、答えがあるのかもわかんないけど。で、まあ、だから、旧スタートなの。それで言えば。で、ね、前にね、東京大学、なんだっけ、なんかの大学の教授が、ウイルスにとって、この今の人間のいる次元は、もう高次元だよ。ウイルスにとっては。で、私、じゃあ何？ここが4次元だとして、5次元が高次元なのか、3次元が高次元なのかっていう表現はわかんないんだけど、個人的には3次元の方が高次元なんじゃないかなってちょっと思うんだよ。でもどっちに高とか低とかっていうのを定義するのもまたそれは野暮だなっていうふうに思ってて、まあそう、低い高いなんかねえだろっていうような気はしてるんですけどね。で、まあそれはどうでもいいとして、ウイルスってにとっては、例えば紙切れ一枚や、だとしても、もう、宇宙のような、こう、感覚だと。ウイルスにとっては。なんでかっていうと、人間から見て、紙ってもうほぼ二次元みたいなもんだけど、まあ、ウイルス、ちょっと紙だとな、表現がな、例えば、なんだろう、箸があったとするじゃん。箸が置いてあってさ、人間から見たら別にもう、まあ、二次元とまでは言わないけど、これが、なんだろうな、縦があって横があってとかってあんま思わないじゃん。これ登れるとはなんないじゃん、箸を見て。でもアリにとっては登れるんだよ。そういう小ささの次元っていうのがあって、で人間もさ、もともと生まれる前なんかさ、もう微生物みたいなもんだったわけでしょ。だからちっちゃかったんですよ、まあ大きさで言えば。だからウイルスのなんか、ウイルスにとって紙がものすごい広いっていうのはもう意味がわかるし、人間にとっての宇宙のような存在、ウイルスにとっての紙は、ね、そう言ってることもなんか理解できるっていうか。でボイニッチ思考でも7次元とか9次元でウイルスが作られる。そうなるとすごいこう大小で言えばすごいちっちゃい世界のことなんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。で潜在意識っていうことはさ、エントロピー増大で言えばさ、ふわっと広がっていくものが、ものを遡るから、潜在意識って。そうなるとさ、ちっちゃくなるじゃん。どんどんちっちゃくなると思うね、過去を遡るごとに。まあ、トマベツさん的に言うと、エントロピーは減少してるって言うけどさ、でもそれって魂的な意味合い、なんだろうな、なんか別の話なんじゃないかなってちょっと思うんだけどね。まあそれはいいや。でウイルスじゃねえや、なんだっけ、エントロピーじゃなくて、ちょっと待って、何の話だか分からない。あ、ピカソか。あ、ピカソじゃない。幻覚剤、サイケデリックスって、トリップする。飛ぶと、わけわかんないことになる。でも、大麻も、ぶっ飛ぶと、わけわかんないことになる。どっちもわけわかんないことになる。じゃあ、
結果的に同じ方に行くのかなと思ってたけど、なんかね、違うんだよ。どうしてもこう、行き着く先が、感覚が違う、体感が。なんだろうって思ってさ、ずっと気になったんだけど、よくよく考えてみたら、まあ、この今も、私が今認識できる世界っていうのが、4次元でね。じゃあ、それを可視光線と例えてみると、紫外線と赤外線っていうのがあるわけで。どっちもさ、でも見えないものじゃん。だから、認識ができないから、もう、同じにくくろうと思えばくくれるし、そもそも考えたことなけりゃくくっちゃうと思うのよ、同じに。ああ、よくわかんないやつでしょって。でもさ、可視光線と可視光線じゃない、紫外線と、赤外線はさ、真逆なんだよね。だから別物なはずなのよ。だからなんかね、それに近いというか、こう可視光線から外れたものイコール全部同じっていう認識だったんだけど、いや違うよねっていうのにすごくよく気づいて、でそれでだからサイケデリックスって、こう、五次元的な感覚がして、大麻って、三次元的な感覚。大麻をやるとね、まあ、私本物は使ったことないよ。死みたいな感じだ。もう、死を実感できん。で、サイケデリックスやんと、なんかね、前世生まれる前みたいな、それちょっと言い過ぎだけど、幼児化していくの、どんどん。だ戻っていく感じなんだよね。すんごい不思議なのよ。全然違うのよ、感覚として。似てんだけど。生きる前と生きた後っていう、その違いがね、なんか体感にあるんだよ。で、まあだからこう、大麻って結構思考が止まるっていうか、マインドフルネス、今しか感じられないようになる。でも自我は崩壊していくんだよ。でサイケデリックスは自我は崩壊するけど、思考がもう大回転するの、超高速で追いつけないくらい。だからもうわけわかんないの。それは思うに潜在意識の中を駆け巡ってるような感じ。戻ってってね、どんどん。超剛速球で。っていう、そういう感覚なんですけど。だからね。で、今さ、見えてるものってさ、まあ、認識してんのは、今4次元にはしますと。体感してるのは4次元。で、この触れる感覚的なところで言うと、三次元のものしか見えてないんですよ。見えてないっていうか、目で言えばね。でも、認識は二次元っぽいじゃん。こう、立体的だけど、映像としては二次元しか伝わってこないじゃん。言いたいことわかりますかね？いや、立体的なんだけど、立体として伝わってはこないじゃん。なんかこう、言いたいことはありますかね。まあ、それはいいや。だどんどんこう、落とし込まれてんのよ、そこもまた。でさ、じゃあ5次元に行くとどうなるのかっていうと、安直すぎんのかもしれないけど、4次元で伝わってくるわけよ。だ時間が含まれたものが伝わってくるの。時間が含まれてるのは、要するに、過去も未来も現在も全てが含まれてる情報なんですよ。完全な情報。だから、例えば、なんだろうな。じゃあ、靴、チャーチ、ディプロマットがありましたと。したら、まあ今、例えば映ってんのがもう真正面からの。はい、キャップがある、メダリオンがある、紐があります。あ、かかと見えないな。でも多分まあああいうカウンターの形で、ソールも見えないけど、まあレザーで
オープンチャンネルなんだろうなっていうのがわかるじゃん。それは自分が情報を持ってるから。その情報を全て含んだものが、まあ、4次元なんですよ。私の感覚的にね。それが見えるの。どういう意味かっていうと、例えば友人とか知り合いがいて、後ろ姿が見える。後頭部しか見えない。背中しか見えない。なのに、友人って分かった時に、友人の顔がさ、見えては来ないけど、ふわーっと浮かんでくる感じは、なんかあるじゃないですか。それが、見えるんですよ。で、ピカソってすごい絵が上手いけど、まあ、飽きたんだかなんだかで、その写実的なのが、ああいう絵を描き始めた。私もね、別にそんなに上手くはないからさ、上手くもないくせにそんな崩すなよって思われるかもしれないけど、言いたいことはめちゃくちゃわかるのよ。なんでかっていうと、結構写実的に描いたりすると、自分の考えていた、例えば、こう、山あいにさ、ちょっと海が見えて、青い空が広がって、おー、いいなーって感覚的に描くとさ、なんか違うなーって。もっと海がね、実物見ると、すんごい範囲が狭かったりするの、海の。そういう時って。で、こんな狭い海しか描けないんだったら、なんか描いてる気しねえよって、なっちゃう。視覚的に、自分が海に重きを置いたから海がでかく見えてた、でかく感じていただけで、実際のものは超ちっちゃかったりするんだよ。だから、見えた、なんだろうな、見えたものを描くというよりか、感じたものを描きたいっていう風になるっていうのが、だって見えたものを描くんだったら、それ写真でいいじゃんって。まあ、ピカソは別に写真は描けるか。あ、写真はあるか。まあ、それは、あれだけど、写真じゃあさ、写真でいいじゃんってなっちゃうからさ。だからね、私思ったんで、トリップした時に、紙で、その、横顔が見えたんだよ。なんかの。頭の中でね。そしたらさ、ワイヤーアートみたいにさ、スケルトンで、後頭部、あ、横顔じゃねえや。ちょっと後頭部ら辺からの、斜め横、斜め後ろから見えたんだけど、目が見えるんですよ。ワイヤーアートみたいに。で、それをすげえと思ってスケッチしたの、スマホで。本当にめちゃくちゃスケッチ難しくてさ。なんでかっていうと、斜め後ろから見えてるから、例えば、こう、斜め、右後ろを見てるとするじゃん。斜め右後ろね。そうすると、右目が見えてる。ああ、でかく見えるの。遠近法的に。左目がちっちゃく見えるんだよ。でもそれを絵で描こうとすると、すんげえ気持ち悪いことになるの。なんか、めちゃくちゃになっちゃうのよ。普通の絵じゃないの。だって逆から描いてんから。で、頑張って描いちゃうのね。で、出来上がったって思ってよく見たらさ、これピカソじゃねって思って。あ、ピカソって情報を描いてたんじゃないかって思ってさ。ってことはあれ4次元を再現してたのかななんて思ってさ。で、そんな感じで、ピカソかって思って。そしたらチケット普通に売ってたし、そんな混んでなさそうだったから行ったんですよね。で、まあピカソだなんだろう。キュビズムだからさ、結構こう、よくわかんねえ絵ばっかり。セザンヌとか、なんか、シャガールだっけ、なんだっけ、とかさ、ちょっと飲みます。そう。いっぱいあって。まあ、理解は別にできないけど、まあすげえなーって思いながらさ。で、なんか、キュビズムに関係があんのかちょっとよくわかんないけど、謎の置物とかもいっぱい置いてあって。まあそれもさ、あんま興味ねえけど見てたんだよ。したら一つなんか、
アフリカの、なんたらって国のって書いてあって、アフリカのがこのなんだろうって見てさ、もうまたもう一つあってさ、マリって言ったかな、アフリカのマリって、あって、へえマリって思って見たらさ、なんか木彫りのなんかにいっぱい変ななんかヨガなのいっぱいバーってトゲみたいなのが出ててさ、なんだろうこれって思って読んでたらさ、呪物だった。気持ち悪いじゃん、びっくりしちゃってさ、キモーって思って全然芸術性がない反応だったんだけど、すぐ離れました。でまあいろいろ見てってさ、したらまあ奥の方からなんか変なピコ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 変な不協和音みたいなのが聞こえてきて、なんだろうと思って見に行ったらさ、バレエメカニックっていう変な映像が流れてて、実験映像っていうの1924年のやつなんだけど、すっげー前衛的でさ、もう本当にすごかったよ。これ1924年なのって思って、もうピアノのさ音もさ、ありえないような音鳴らしてて、しかもブザーみたいな音も混じってんのよ。すごくない？それこそニューウェーブだろと思って、なんかプログレだよねあれ、マジですげえと思った。でバレエメカニ映像なんだけど、映像もすごいしさ、音楽もすげえし、ちょっと見入っちゃった。でまあね、キュビズムかと思って、ちょうどねその AMD さんと2日前くらいに話したからさ、こんなタイムリーなことあるって思うの。そしたら常設展っていうのがあって、まあまだ時間あるし見に行ってみっかと思って見に行ったんですね。したらまあキリストのなんかばっかり、キリスト関連の油絵、まあ1500年代くらいの絵がいっぱいあってさ、テンペラ画とかさ、油絵とかいっぱいあって、でももうその時代のだから全部もう完全に宗教なのよ。よくわかんなくてさ、みんななんかさ、もうキリストがすげえグロテスクな状態になって十字架に飾られてんとかさ、首ちょんぱみたいなのとかさ、もう裸体とかさ、どうするみたいなまあで私あんまああいうのさ、いや興味ないから見ないっていうのもあれだから、全部見たい、全部見てよマジで、全部見たけどあんま面白くなくてさ、やっぱり興味あんまないから、神話とかねあんま好き、あの日本神話、あの古事記とかさ、日本書紀みたいな、あれは個人的には面白いなとは思って、まあもっと言うとね、竹内文書とかあんだけどさ、まあそれはもういいとして、あれは日本のはね意外と面白いなと思うんだけど、でもキリストとかの話になっちゃってもよくわかんなくてさ、なんか名前がね、いや日本書紀の古事記の名前もめちゃくちゃよくわかんないけど、でもまだなんか日本語らしさがあるからさ、あーってなるっていうかさアマテラスだって、その天を照らすだからまあ太陽っていう、なんかもうつながりはするじゃん、こうだけどなんかもうさ、キリストの名前だともうよくわかんないわけよ、もうパッと出てこねえもん今言おうとしても、なんだっけってルシファーとか、なんか逆にちょっと可愛らしいじゃんルシファーなんか名前だから、あんまピンとこなくて興味がなかったんだけど、まあ、未だにないけどさ、ずっと見てって、したらまあそのキリストとか以外にも出てきて、へーと思って、ルノワールとか、へえルノワールあるんだと思って、
ルノアールあるんだって。違うよ違うよダメだ、うっかり出てしまった。まあルノアール見たりして、でまあずーっとすっげえ長い距離歩いてさ、いやーやっと終わるって頃にあれと思って、なんかすっげえでっかい映画飾っててさ、あれ睡蓮じゃねって思ってさ、見たら本当に睡蓮でさ、もうこっちにあんのかよって。常設展ってね、チケット500円なのよ。ピカソってキュビズムはなんか2500円で、でついでに常設展も見れますってことで、まあ見に行ったっていう流れなんだけど、あんのかよって。で500円で見れたのかよしかもみたいな。まあ昼食が見えたのは良かったけど、そのモネの方は睡蓮こっちなのかよみたいなさ。まあなるほどねってことで何がなるほどなんだかわかんないけど、まあ見終わってなんかね、2時間半だか3時間くらいいましたね、ずっと。まあで出てってさ、神田あたりかな、走ってた頃にたまたまね、巻上光一っていう歌手の、ヒカシューのボーカルなんだけど、の昭和のなんか曲、しかも戦後くらいの、戦後くらいの、その歌謡曲みたいなのを歌うアルバムっていうのがあって、それを流した、流れてきたの、それが来るカーステで。それさ、神田とその国境の街って曲が流れてね、すげえマッチしてさ、あ、違うよ、今の街とマッチも違うからね、すげえ良かったの、いいねーと思ってさ、そんなこんなで、ね、まあ代官山に向かったわけですよ。ねえ、まあちょっとまだ時間あるから、美容室までちょっとどうしようと思って、まあ代官山といえばじゃあ笹バーガーだろ。わしがもう最高に、今までで最高にうまいって思ってた笹バーガー向かったんですよ。もうさ潰れててさ、えってなって、ショックだよ笹バーガー潰れてんのって思って、今までで一番うまいと思ったバーガー屋が潰れて、他にも確か店舗あったと思うんだけどね、ふざけんなよってなって、でもうそれでさ、ショックでさ、足が痛くなってきちゃってさ、だんだん余計に。クロケットの靴ってさ、なんか一回痛くなるともう激痛なのよ、本気で。でもそこまでは言ってなかったんだけど、でこれやべえなと思いながら歩いてて、でも、まあ、笹バーガーやってないのどうしようと思って、でドライボーンズっていうね、ロカビリーファッションのお店があって、そこでも行ってみようかななんて思ってさ行ったんだけど、なんもいいのなくて、ダメだこりゃって思ってさ、出てって、あと1時間くらいあんだけどどうしようと思って、で1時間あんから、まあ美容室の近所にね、そのさっき言った CBD のカフェで、ここで一つねちょっと頭に入れておいてもらいたいのが、この前問題になった、その祭りでねグミ配っちゃった HHCH っていうのは、いわゆるこう、まあちょっとすごい変な言い方よ、ラッパーとかそういう人が好むようなものなんですよ。これちょっと語弊のある言い方だよ、あえて分かりやすく言うと。で、まあもう一個重ねると、ちょっと悪そうなイメージあるじゃん、イメージだよ。さあで実際売ってる人たちは
もうなんか半グレみたいなもんよ、本気で。それはそれは包み隠さず言うけど、こうマナーがなってないというか、経営者としてやべえだろっていうような、っていうか社会人としてマジでやべえだろっていうような人たちが多いのよ。だ、CBD 系はなんか逆にこう意識高い系みたいな人たちにすんげえ人気あんから、対立が起こってんのよそこで。で CBD 派の人たちはあんなやべえ物質ってバカだみたいな言ってるし、逆にこうまあ HHCH みたいな方はCBD だけ売ってて何言ってんのみたいな、おたさんと止まってんじゃねえやみたいなさ、なんかそんな感じのなんかバカバカしい争いをしてるわけよ両者が。で、ちなみにその HHCH のグミの話は、あれはその祭りでね、盲目のなんか全身にタトゥー入ったおっさんが30mg 入っ HHCH が入ったグミを一粒 30mg 入ったグミを渡してた。で 30mg ってなんだよって感じかもしれないけど、わしが一回シリンジで HHCH を1メモリ取った時に、もう完璧なトリップをしたので、それをね、何ミリグラムだったんだろうと思って計算したら36ミリグラムくらいだったの。まあ6ミリグラム違えど、わしからしたらもう同じくらい、そんなので。わしそのグミは食ったことないんだけど、ノックアウトってお店のねグミで30ミリグラムやばいわけよ。しかもさ、わしはそれ知ってて36ミリグラムで本当にぶっ飛んだんだけど、そのさ、配られた人たちは知らないで食っちゃってさ、もう、さっき言ったけど、大麻って死の方に向かうような感覚だから、で、しかもこんなやばそうなさ、知らねえおっさんからもらったグミじゃん。そりゃ死んだと思うよ、あれ。それ救急車呼ぶよ。で、それで、バッドトリップしたんだろうね。救急車呼んで、まあ、事件になったと。で、まあ、その30ミリグラムも入ったらね、やべえだろ、話なんだけど。で、まあ、その CBD の方行ったんだよね。だから、今回はね。さあ、ちなみにその、祭りで配ったって話なんだけど、原っぱ祭りっていう祭りだったんだよね。なんかツイッターで見たんだけど、その事件があった時にあるツイートで、今ポストっていうのがあるポストで、原っぱ祭りを葉っぱ祭りと勘違いした説とか書いてあって、ちょっと面白かったんだけど、まあね、その原っぱ祭り自体がちょっとヒッピーっぽい、ヒッピーカルチャーを模したような祭りで、元からが、まあ意外とね、ニーズに合ってたんじゃねって説はあるんだけどね、本当に。でさ、その CBD のさ、カフェの扉を開いたら、なんか先客が2人いて、まあ2人っていうか1組いて、その、まあ、女性2人と2人がいて、男のね、社長だったっぽいんだけど、その人がなんかずっと説明をしてんの。カフェなんだけど、その CB の製品も置いてあって、で、ね、話は入ってきてさ、なんか微妙な空気になっちゃってさ、え？みたいな。でもなんか、ごゆっくりどうぞとか言って、あーはいって言って、まあ、一瞬で引き返すのもなんか嫌だからさ、ちょっと見てたら、その、店員っていうか社長にさ、話しかけられちゃって、お探しのものありますが、こちらなんたらなんたらなんたらって言い始めちゃって、あーもう逃げられないと思って。まあしょうがねえからコーヒー頼んでさ、 CBD 入れますね、なん、お願いしますって、ちょっと多めにサービスしておきますって、
あ、 ありがとうございます。今ねグミもありますからね。えっと思ってまさかって、まあまさかね、 HHCH なわけないんだけど、 CBD グミなんだけど、2つももらっちゃって、おいおいおい、知らねえおっさんにグミもらって同じ状況じゃねえかって思いながら、それさ、まあまあまあ平気だし、わしは HHCH だったとしても知ってるからさ、まあ平気だろうって思って、普通にまあもらったんだけど、ただで、ね、さ、なんかグミが効いたんだかコーヒーの方が、コーヒーにも CBD 入れんかな、あの人たち、どっち効いたんだか、なんかさポワーンとまたしてきちゃって、その頃はあれよ、その美術館で見る用のやつはもう効果切れてんから、ただいやいや、なんかポワーンって眠いってやってきて、だんだん結構効いてきちゃって一瞬で、なんかさ今までその2人なんかマダムみたいな、マダム、完全にマダムって感じの2人のさ接客してるの、こっちになんか話しかけてくるになっちゃって、でもうなんか眠くなってきちゃってさ、だんだんうわーってなったんだけど、 CBD はあのお使いになられたことありますか、なんて、あーありますありますなんて言って、まあたまにありますよなんて言って、あそうですかって、まあ今ね人気ですからあれでとか、結構スポーツ選手の方とかね使われたりするんだよって、あそうなんですか、なんか CBD でスポーツってあんまりねちょっと聞いたことない感じですけど、まあ私からしたらね、スポーツならサティバ系の方がいいんじゃねえかなと思ってさ、じゃあ CBG じゃねと思って、それで言えばと思ってあえて言ってみたんだけど、そしたらわあなんかその意外とスポーツの界隈で人気で爆発的な人気になってて、で今ラグビーの選手とかにもねうちに来るようになったりして、でしかも紫スポーツってね、スポーツ用品店でもうちの製品をねこう置くようになりました、うちはあの卸でやってますので、例えばロフトさんとかハンズさんとかで置くようなそういうことをやってますので、まあ、ここはね小さいお店ですけれども、基本的にその卸でまあやっているようなものでネットでね販売してるんやって、ずーっとベラベラ超どうでもいい話じゃん、知らねえよと思って正直でさ、もう私も眠いっす、ああそうですかとかすげえ適当な返事しながら、そしたらなんか店員も嫌になっちゃったみたいで、マダムに話しかけてたんだけど、また話しかけ行っちゃったんだけど、まあくだらねえ話しててさ、従業員がね全然ちゃんと働いてくんないよ、遅刻ばっかして、とそんな悪口ずーっと、まあ悪口っていうかさ、それはね問題だとは思うけれども、すげえどうでもいい話やん、そんな話ずーっとしてて、なんかちょっとくだらねえなってその時思ったんだよね。したらさ、その後台湾人みたいなのが入ってきて、急にさその社長がまた台湾人の接客し始めて、そのマダムとわしは放置で英語でベラ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 ずっとさ喋っててさ、わしなんてあれだよ、そこねカウンター2席 しかないので、もう一つ後ろにソファーみたいなのがあって、まあ一応4人くらいかけられんかなって感じで、でわしが来た時にあのマダム2人はカウンターには座ってなくてコーヒーだけ置いてあったので、商品の方に見に行ってたので、わし来ちゃったからマダムも多分どうしようってなってて、でそれ社長にさ、どうぞあのお座りくださいって言って、コーヒーが置いてある席に座らせられてさ、いやえいらっしゃるんじゃないですかって、大丈夫ですってすかみたいな感じで、で、まあ、座ったんだけど、
台湾人がさ、来てさ、最初はなんか、商品説明とかしたんだけど、社長が。まあじゃあ、コーヒー頼むみたいな感じになってさ、もう、二席あって、わし一人だったから、片方座ってんじゃん。台湾人のその一人がさ、わしの横に座ろうとしてる感じなのよ。で、何って言うのね、追いやられてさ、わし、席立ったのよ。社長一言もなし。申し訳ありませんとかさ、大丈夫ですよともない。大丈夫ですよって言われても、あ、いいです、いいです、こっち座るんで、って言って、後ろのソファーに行くよってだったけども、一言もなしでさ、なんか気使えねえ、なさそうなやつだなと思ったの。そしたらまあ、だんだんさ、わしとそのマダム二人は、完全放置状態になって、そしたらマダムが急にさ、話しかけてきてさ、まあ、その社長がね、ちょっと話しかけてきたとき最初、まあ、美容室行くついでに今、寄っただけです、みたいな感じで言ったからさ、それに、食いついてきたっていうか、まあ、きっかけとしてね、話を振り出してきて、マダムが、美容室行かれるんですか？びっくりしちゃった。いや、はい、みたいな。急に、まあ、したらまあ、たわいもない話して、で、ここの商品ね、テスターたくさんあるから面白いんですよ、なんて言って。で、その人客、一応客なんだけど、なんか業者っぽさもあるのよ。でもテスター試しまくってのなんか知らねえけど。そしたらわしにまでさ、テスターつけ始めてさ、美容液みたいなのいっぱい置いてあってね。なんかいっぱいつけてくんのよ、わしの手とかに。耳の後ろとかにも。あ、それ耳の後ろにつけるよみたいなやつだったんだよね、それ。だから耳の後ろにつけたんだけど。つけてきたんだけど。びっくりしたよ、ほんとに。すげえ、逆難されてるみたいな感じだったよ。何この、なんか、青春を味わってる感じだった。びっくりしたわ、マジで。でも、私もよくわかんねえからさ、もうニコラテスラの話とかして切り抜けたわ。どうしようって感じだった。ねえ、みんな帰っちゃってさ、最終的に。まあ、私もあと、5分くらいで出なきゃって時に、まあ、たまたま CBC ってやつと CBT ってやつをね、まあ、ちょっと軽い感じで探してたから、社長にね、CBC とか CBT ってありますかって聞いたら、えって、なんですかそれみたいな。お前 CBD の社長やってんだったらさ、それくらい知ってるわよって思って。なんか、浅い感じがね、浅だけにね、浅い感じがすげえ伝わってきた。マジであれ薄っぺらいよ、本当に。あの社長。あれはね、ちょっとね、急にさ、その紫スポーツでなんたらとかさ、自慢し始めた上にさ、ねえ、気は使えねえしさ、知識もないしさ、ダメじゃんって思って。結局なんか大したあれじゃなさそうって感じで、でまあ美容室行ったんで、そのまあ美容室は特にね何っていう話はなく、普通に切ってもらって、まあもう今年は最後だってことで、ね、来年もよろしくお願いしますなんて言ってさ出てったんだけど、なんかいつもね担当の人がいてさ、その人まあ普通に話して、髪洗う人とか違うアシスタントなんですよ。で前回からかな、なんかさ新しい人になってさ、アシスタント確か2人つくんだよ、1人のカットをする人に。
スタイリストに対して。で、一人はね、男の人で、その人すんげえ肩をマッサージしてくれるんだけど、すんげえうまいの。でさ、たまたま予約の時に電話したらさ、その人が出て、あいつもお世話になっておりますなんて、なんかもう普通に仲いい感じになっちゃってんだけど、したら、その時にね、ぜひまた肩もみお願いしますなんて頼んだらさ、今回もやってくれたんだけど、でも最初の何切る前のせ頭洗ってもらうんだけど、その時はね、その新しい女の人だったの。でさ、前回はね、多分入りたてなんだろうなって感じで、慣れてない感がすごかった。で、なんかさ、まあ、話しかけてくるイコールいいってわけないけど、業務的なことしか来ないわけよ。で、つまんねえと思いながら。でさ、なんかまあ、洗ってもらってんだけど、もう、爪立ててきててさ、痛えんだ。何これって思って。で、そんでまあ、今回もそうだった。しかもさ、その、なんだっけな、湯加減はいかがですかとかさ、そんな喋り方なの。なんかもう、棒読みというか、なんだろう、こう、読んでます感がすごいっていうの。なんか、洗い残しはありませんかみたいな、なんかそういう感じ。洗い残しっていうのもちょっと変な表現だと思ったけど、本当にそういうとか、洗い残しとか買いとかありませんかとか言ってくれりゃさ、いいのにさ、そんなんか定型文みたいなね、マニュアル読んでます感出されてもと思ってさ、でしょうがないから、もうわしもはいしか言わないはいはい急にコミュ障発動しちゃった。で、まあまあまあ、それはとりあえず済んで、終わったのがさ17時前くらいだったので、ライブスタートが19時半でしょ。まだだいぶ残ってんなと思って、でちょっと暇だなーって思いながら、別の CBD カフェがあってさ、ちょっと食事も一切してなかったから、行っとくかと思って、そっち行ったんですよ。したらさ、そこの店員、ピーコックじゃなくてなんだっけ、代官山アドレスの近くにセブンイレブンがある、その先にね、ある、なんだっけな、なんだっけ、ヘルシー東京っていうのか、そっちにさ行ったんだけど、すっげえ態度の悪い店員で、女入ってきてさ、いらっしゃいませーみたいに言うんだけど、そんだけ、客誰もいないんですよ。メニューもどこにもねえしさ、で上になんか一応看板があったらそれ見て、じゃあなんたらバーベキューでって言って、パンの中にさ、ロールになったパンの中にバーベキューソースみたいなのが入ってんだけど、ね、単品ですかってか、いやセットだけど、飲み物ってどれですかって、メニューご覧ください、メニューないんですけど、あ、とか言って後ろ向いてさ、そのメニュー表持ってきて、ぽいよ、だこいつって思ってすげえ不快だったんだけど、ね、まあさ、変なチョコミントみたいな飲み物頼んだんだけど、まあ、そのチョコミントってもココアに
ミントフレーバーみたいなの垂らしてんだっけ、 CBD のミントフレーバーで。さっきも言ったけどさ、その意識高い系みたいな奴らが好むからさ、特に代官山とか多いわけよね。で、代官山というかもうその意識高い系のセットで言えばさ、もうバー、ビーガンで、ビーガン、ビーガン系のカフェでさ、なんかもうそのバーベキューのやつがまずいのよ。いや味がね悪いってわけじゃないんだけど、スカスカっていうか何にも重みがないっていうか、これはなんかどうなのって思いながら。でもさ暇じゃん。いや普通のカフェ行きゃいいんじゃねって、レストラン行きゃいいんじゃねって思うかもしれないけど、混んでんとなんかさめんどくさくてさ、そこ誰一人いないから、そこにね1時間くらいずっと居座ってなんかね感じたよ、わしもさすがに。あ、今多分こいつ早く帰れよって思ってんだろうなって思いながら1時間くらい居座った。あのフレンチクラウンってさ、インドのスーツ、わしがあのベルテッドジャケットのあのさっきだその時着てたやつだよね、ベルテッドジャケットのっていうかスーツを買ったインドの会社なのメーカーなんだけど、意外とさ洒落たわし好みのさジャケットとか置いてあってさ、それずーっと見て、あと一歩で買うってところでなんかもう出ようって思って出ちゃった。出ちゃったらもうフレンチクラブのこと忘れちゃって、で一回車に戻ったんですよね。18時くらいだったのかなあれで、まあ3あの18時半会場だったからライブハウスが、いやーどうしようって、30分くらいぼーっと車の中で葉巻でも吸ってんかって思ってさ、そしたらまああのやっぱライブだしさ、その私ハッカ2分の1が好きなんだけど、彼らの曲聴いてると完全に曲がってるわけよ。要するにそうサイケデリックス系なのよ、まあ、ニューウェーブなんだけど、なんかこう感覚的にサイケデリックな歌詞が混ざってるっていうか、音楽もそんな感じだし、パンクっていうかロックとサ、うん、ロックとサイケはサイケデリックロックか、もっとこうパンクな感じとサイケデリックロックを合わせたようなそういう曲が多い。だから私はねやっぱりハッカ二分の一っていうかライブはサイケをやりたいと思ったの、ライブでね。でまあ 1D って紙なんだけどさ、合法だよ。それってライブでやるべきだろうと思って、モネの時はその HHCH だったわけよ、カンナビノイド。でいや別にどっちもじゃあねえその サイケって 1D やりゃいいじゃんって思うかもしれないけど、 1D ってっていうか紙、まあ、紙ってサイケデリックはねあの耐性がものすごいつくわけよ。だから一回使っちゃうと数日間はもう倍以上の量を摂取しないと効果がない。でそれって超無駄じゃん、高いんだよ本当に。だから無駄な話だから、それはさすがになと思って、でだからその使い分けたんですね。でさ、まあ、1D って2種類あって、その 1D の、まあ、1DLSD ってやつと、あと 1DALLAD ってやつがあって、そっちはねまあ ALLAD、 LAD って要するに LSD のことなんだけど、ちょっと違うのがあるのよ。でまあ何が違うかっていうと、結構こう思考はねゆっくりな感じなの。なんかこうすごいその普通の 1D と AL の方を比べると、 AL でトリップしたことは一度もない。 1D でトリップするのは毎回、
ってくらい、トリップするって要するに思考がもう大超高速回転してるっていう状況だから。でちょっとこう視界とかね、音とかも回転が遅くなるっていうのの副作用というか、まあそれもあってちょっとこう落ちるんだけど、ただバットに入りにくいっていうメリットがあるんですよ。でライブでさ、バット入ったら最悪だからさ、そんなの。それは嫌だなって思って、その両方のカクテルをしたんですよ。で私そのカクテルの経験があってすごい良かったの。そう、思考に入んないでいい感じになれるから、 1DLSD と 1DLLAD、 LAD 単体だとトリップ違う、何にもなんない、そもそも。だから意味がなくてさ、両方やるっていうのが必要ある。それがね、まあ、うまい具合に作用したんだけど、最終的に。それをね、摂取して、だいたいあれって2時間くらいしないと効果出てこないからさ、ちょっと早めに摂取して。で、したらね、その、ニューウェーブ系の、まあ、コミュニティがあってさ、そういうもんわし入ってて、なんか、もう着きましたって人がいて、はいやって思いながら。で、じゃあ行くかって思って、18時ね、20分くらいにはもう行った。あ、違う、18時、ん ?18 時10分くらいか、もうすぐ行ったんだよ。本当に。で、ちょっと外で待ってさ、箱、ライブハウスが開いて、で、そんでも私、整理番号ちょっと後の方だったから、結構だいぶ待って。ちなみにチケット5800円くらいで高っって思って。で、まあ、やっと入れるってなって、入ったんだけど、なんか、栄養ドリンクですとか言って配ってる人がいてさ、あ、 ありがとうございますって見たらさ、テンガって書いてあるんだよ。おいおい、なんだこれと思って。また知らないおっさんに変なもんもらってんぞって思いながら、テンガ、これ栄養ドリンクではあるけど、なんだよそれ、もテンガメンズブーストって、あ、そういうことかって思った。まあまあそういうことですよね。で、ね、もらって、まあいろいろ見てた、あの物品販売もあって、物品販売見たんだけど、ほぼほぼヒカシューのやつで、私別にヒカシューそんな好きじゃなくてさ、まあいいかなと思って買わないで買えちゃった、あの普通にやってたんだけど、したらあの高木寛っていう人がね DJ やってて、で高木寛って人はその久保田慎吾ハッカ2分の1のボーカルの人と映画をやったの、星屑兄弟の伝説っていう映画、戸川恭子とかも出てるんだけど、映画やってて、でそれで多分 DJ をそのつながりでやったんだと思うんでね。で最初さ、まあ、ずっとその人が曲流してて、いろんな人がいて結構大人数いて、でまあ終わって、じゃあ新しく始まります、あの新しくっていうか、はい、やっと始まりましたよって、なんかね、なんだっけ、シートークスサイレンスっていうバンドが出てきたの。知らねえ、聞いたことねえなと思ったらさ、若い4人か、ドラム、ベース、ギターボーカルの、なんかよくわかんねえシンセサイザー的な人、その4人だった。で3人男で1人そのボーカルギターが、ギターボーカルが、女の人だったんだけど、なんか椎名林檎かぶれみたいな女でさ、椎名林檎めちゃくちゃうつ病にしましたみたいな感じの、目半開きでさ、ヒーネーヒーとかずっと歌ってんのよ。何こいつって思って。確かに曲はちょっとそのニューウェーブっぽい感じなんだけど、
なんかもう何言ってたかわけわかんなくてさ、ちゃんと歌えよみたいな、だんだん冷めてきちゃって、もう棒立ち。他の人も結構なんかシーンとしてて、でそいつら終わってさ、なんか最初ねこういろいろ機材を運んでたの、最初そう DJ なってん時に。でまあ運んでんのはやっぱそのスタッフなのかなと思ってたら、そのまま歌い始めてさ、スタッフかと思ったら本物だったみたいな。でその後さ、なんだっけ、ピューみたいな、ピューだっけ、なんかそんなようなバンド、バンドっていうかそのなんか聞いたことあったんだけど全然知らなくて、そのサイレンスがさ終わった後さ、まあ、また機材をね戻したり運んだりしてて、で DJ がその間鳴っててさ、全然始まんねえの次のが。30分くらい経っても始まんねえから、なんでこのじらしやがってよって思ったらさ、順番的にそのヒカ、あ、シーコートークスなんたら、ピュー、ヒカシュー、ハッカ2分の1、その4組のバンドが出るっていう歌だったんだけど、ヒカシューがね、出てきたの。えと思って、そのピューみたいなやつはと思ったら、なんかステージじゃなくて、だいぶ観客席の右、左後ろの方で演奏してたっぽくて、DJ だと思ったら生演奏だったっていう、なんかこう、微妙っていうのが出てきた。で、まあ、ヒカシューよ。巻上光一出て、おーって思って、あれが本物かーなんて思ってたけど、なんか途中でさ、もうまあ、あの人のことだから、もう大騒ぎをしてるわけなんだよね、曲の中でね。まあまあ、でも、かっこよくは、なんだろうな、かっこ、なんつうかおかしい曲は多いね、変な曲っていうの。で、そしたらさ、急にさ、ウクライナの話し始めてさ、なんか、昨今はもうこう、すごい物騒な時代になってしまって、なんか、近所だかなんだかわかんないけど、なんかの絵があって、それがね、たまたまウクライナカラーなんですよって言い始めて、何の話って思ったらさ、その絵に隠された音符があって、それを作ったみたいな、それを元に曲を作ったんで聴いてくださいみたいなこと言い始めて、なちょっと若干って思ったのよ。そしたらさ、どんな曲だったか忘れたけど、青いなんとか黄色いなんとかとかずっと歌っててさ、かーっていうね。いや、なんでかってさ、もう別に、いや、ロシアが完全悪じゃないじゃん。ウクライナからやってるところもあるじゃん。で、大統領のさ、ちょっと、あたかもな、こう、被害者感。ほんで、助けないと助けないで、ひどくないみたいに言ってくる感じ、なんかちょっと微妙じゃん。わしからすんとね、別に世界情勢に詳しくないから何とも言えないんですけど、だってさ、ねえ、ロシアだけが悪いってわけじゃないよあれっていうのは確実な話だからさ、ちょっと冷めちゃって、それで微妙なと思ったね。なんか横にいるさ、ね、わしの横にいる女がいてさ、そいつがめちゃくちゃノリノリなの。全然そこ乗るとこじゃなくないっていうの、ジャンプとかブン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 しちゃって、こいつうるせえんだよって思う。あとなんか手とかずっと当たってくるし、気持ち悪いんだけどって思いながら、でヒューとかさ、へー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 とか、なんかヒカシューが冗談言ってんときにさ、へぇーって、へぇーって、うるせえな、いつも黙ってろよ、と思いながら。そしたらヒカシュー終わって、
次8か2分の1ですっていう時に準備中にさ、その女どっか行ってラッキーと思ったらさ、で8か2分の1始まってやっと来たよっていう、もう 1D 追加摂取してさ、最高の状態でもう音とか分離してんのよ、完全に一つの音が、あの音楽となって聞こえるんじゃなくて一つの音として聞こえるの、すんげえ立体音響、完全に立体音響なんだろうけどライブハウスだからもう完璧立体、すごかった、音がもう形を成してる感じね。で、すっげえと思ってさ、まあ私も珍しくノリノリよ。ねえ、まあ久保田慎吾はねちょっとスーツ着ながらちょっとまあかなりね高齢になってきてて、まあいい意味でねドラキュラみたいな感じでさ、ちょこう不気味な老人みたいな、なんかそういうね感じが出てて、まあ雰囲気的にいいんじゃないかなっていうのは、それだからいい意味で言ってんのこれあえて。でまああの上野コーチはさ、ちょっとカンニング竹山みたいな感じでさ、あのキーボード弾いてる姿ちょっとかっこよかったね。で泉水敏郎のドラムよ、あれはかっこいいね、あれは若いしね、今あれだよ泉水敏郎の LP ジャケットが飾ってあるから目の前にあるから。んでまあもう一人ベースはちょっとよくわかんないけど、で私の大好きな曲もいっぱいやっててさ、最高じゃんって思いながら、したらなんか終わった時こう手叩くじゃん、なんかちょっとねこう手叩いてる時違和感を覚えて、なんだろうと思ったらさ、前にねちょっと背の低めの、髪がなんだろうな、肩よりだ肩甲骨あたりまであるおばさんがいてさ、その人のさ髪の毛をずっと引っ張っちゃってて拍手のためにかおばさんの髪の毛ずっと引っ張っちゃっててさ、もうなんかもうごめんなさいって気づいた時に思って、おばさんがさすがにってなっちゃったらしくて、あの髪をこうバーってしてさ、こっちは向かないんだけど髪をふわーってやって、ラックスの CM みたいに、ごめんなさーいって思いながらさ、もうおばさん、ちょっともう面白くなっちゃったらもう面白くなっちゃって、笑いが止まん、私一回変なツボ入んと笑いが止まんなくなっちゃうのよ。もうさ、結構きつかった、あの笑いをこらえるのが。で、まあ、そんなこんなで、ね、8か2分の1が終わってさ、まあ結構早めに帰っちゃったんだけど、そのコミュニティの人がさ、泉水敏郎さんからサインもらいましたとか言って、いいなーと思いながらね、もう帰り道すごかったよ、だいぶなんか信号機の青い信号が3つくらい分裂して見えるみたいな、すごかったよ。でまあ帰ってる途中にね、近所の友人がさ、やべえ締め出されたとか言って、何かと思ったら、なんか今家に誰もいないんだけど鍵が閉まっちゃってて、しかも開かないっていうのよ。だからなんかその時も私もリミッター外れたから、じゃあ会おうぜって言って、でその時ちなみに11時半くらいだったかな、夜の。でさ、会って友人とね、同級生なんだけど、でも1時間くらい喋って、すげえフェンスが動いてるなんて私言いながら1時間くらい喋って、でまあさすがにね、もう12時半くらいだったかな、言ったよ友人にも、今から HHCH が違法になったよって言いながら、まあ解散して、で私家帰ってさ、
したらまあいろんな、ね、動画を見ながらちょっと食事しつつ、いやーすっごい充実した日でしたね。そのまあいろんなこうね祭形とかを使うタイミングもバッチリだったし、まあ、個人的にはそのライブもすっごい良かったし、あのモネも見れたし、髪もすっきりしたし、結構良かった。で3時くらいになったのかな、夜の。もう気絶するように寝ちゃったのよ。そしたらさ、トリップしなかった、ライブの時にトリップはしなかったんだけど、こうトリップをしないしないしないってまあ思ってたわけじゃないけどさ、そうしないようにするとなんか抜ける時とかにトリップしたりするんですよ。その分のこうトリップが押し寄せてくるっていうか、だから結構強烈なトリップでさ、でも9時間くらい経ってんのに急になんかうわっと曲がってきて、知ったらもうさ5億年くらいの時を感じたよ、トリップして。だからあれよ、もし昨日のような話をしてるけど5億年前の話をしてますから今。でそんなこんなで、翌日ですね、今日朝さちょっと一瞬起きたりなんかしたんだけど、ほんと一瞬、1分もないくらい、もう完全に起きたの1時13時です。だいぶ寝たね。だいぶ寝たって、でも10時間くらいか。まあ寝てる方だよね。したさ、その昨日会った友人がさ、もう明日暇なら明日会おうぜなんて言ってたの昨日。そしたらまたあのっていうか実際連絡してくれて、してきてくれて、会うのなんて言うから、あじゃあ会うかって言って、で会う前にわし一回 FM テンプスを撮ったんですよ今日。したらそれをボスにしたという。で、まあ、その起きてすぐですよ。なんかキートンってあのスーツとかネクタイとかのブランドで有名なキートンっていうのがあるんだけど、それのさ靴が楽天でまた安く売っててさ、うわーマジかよって思いながら衝動買いしてしまいました。でそんなこんなで友人と喋ってもう帰ったらさ、靴が届いてまして、ジェームエストン、うおー早えーと思って、で見てさ履いたらぴったりよサイズ、うおー最高じゃんって思って、ただちょっと汚いんで水洗いはします。ね、そんなこんなで、いやー変なキートンまで買っちゃって、当たりのジェームエストンを安値で手に入れて、なかなか昨日今日とね意外といい感じの日を送ってますね。まあ最後にねその友人と会えたっていうのも良かったしさ、で FM テンプソン2回撮るっていう、しかもほぼ同じ内容。まあそういう感じでね結構充実しましたよ昨日と今日。本当によかった。帰り道なんかさ8か2分の1の曲が流れて最高にハイだったもんね。なかなか良かった。まあそういう
なんつうのかな、完全に気を抜く日っていうのもあっていいね。すごい楽しかった。まあということで、そんな報告をしました。まあ来週かわかんないけど、次は絶対キートンの話から始まると思いますんで、またね、ぜひ気が向いた時にこれ開いて聞いてみてください。ということで、長い間ありがとうございました。以上です。それでは。